ふざけないでください。お嬢様。お嬢様。何をおっしゃってるんですか。何ですか、これ。荷物。私の。出てけって。お嬢様。本気でおっしゃってるんですか。私は、お嬢様の、たった一人の執事ですよ。何をそんなに怒って。あのお嬢様の友人を名乗ったクソガキの件ですか。あの件は説明したでしょう。正門まで許可もなく入ってきたから、私が追い返したんですよ。なんでそんなことを。執事だからに決まってるでしょう。万が一、お嬢様の身に危険が及んでは。もう、いい。なぜ分かってくださらないのですか。私はただお嬢様。お嬢様。お嬢様は、私を愛しておられないのですか。ただいま。お嬢様。動くな。あまり叫ぶと、セキュリティが寄ってくる。大きな声は出さないでください。ん？自分の屋敷に帰ってきて何が悪いのですか？お嬢様がいけないんです。私を締め出して、電話にもメールにも返事をしないから。答えてください、お嬢様。お嬢様は、私を本当に追い出すおつもりなのですか？友人にあのような対応を取ったことは謝ります。ただ、私の気持ちもご理解をいただき、お嬢様、何を？痛い。ブッダ。お嬢様が私を。嫌われた。主に嫌われた。もうおしまいだ。そうだ、お嬢様。きっと、冷静じゃなくなってるんですよ。私が執事として、正気に戻してあげなくちゃ。早く、大好きなお嬢様に戻ってください。それまではこの手、止めませんから。お嬢様、なぜ抵抗する。私は、お嬢様を解放してあげたいのです。大好きな執事のことを殴るなんて、さぞお辛かったでしょう。私が、早くお嬢様を。苦しいですか？息ができませんね。ほら、そんなに吸おうとしたら、過呼吸になってしまいますよ。
お嬢様？もう抵抗なさらないのですか？さては、ようやく私のことが必要だと思い直してくださいました。ねえ、お嬢様。お嬢様。お嬢様？え？お嬢様？息が止まって。あれ？私は何をして？お嬢様の首を絞めて。お嬢様、しっかりしてください。死んじゃ嫌だ。ごめんなさい。ごめんなさい、お嬢様。ずっと私のそばにいてください。お嬢様、早く応急処置を。あれ、あ、目が覚めたのですね。よかった、お嬢様。ええ、一時は脈も止まって本当に死んでしまうかと。いえ、私がやってしまったんですけど。お嬢様、そんなに震えないでください。もうしませんよ。私、てっきりお嬢様に嫌われてしまったと勝手に思い込んで、あんなことをやってしまいました。ここ、後にならないといいんですけど。お嬢様は、私のことを嫌いなわけじゃないですもんね。喧嘩をして、たまたまああいう風に言っただけで、これからも私は、お嬢様に仕えていいんですもんね。ね？よかった。本当に、本当に申し訳ございません。勝手に勘違いをしてしまって、これからはまた、二人で楽しく生活をしましょう。でも、もしですよ。また私のことを首にしようとしたら。いえ、何でも。日頃から、ネクタイだけは忘れずにつけておきたいと思います。